あなた運がいいんだって。今話題のエンリケの旦那の写真の1枚が心霊写真ではとツイッターで話題になっています。先生に見ていただけませんか。はい、ということなんですけども、これね、僕もね、たまたまツイッターで、見てまして、はい、まあ、これね、一回どっかの動画で解説したんですけども、はい、まあ、心霊写真、もうあんまりね、今の時代はですね、まあカメラが、その、結構カメラの性能が良くなってきたんで、心霊写真って言わなくなってきたんですけども、ああ、まだその、こと言ってんねやって思ったんですけど、まあ、一応ね、写真ね、僕拾ってきたのでね、はい、見てみましょう。ということですね。これです。はい、これがですね、まあ、どんな写真、誰かが上げてたんで、もうそのままね、加工せずに、拾ってきたんですけども、まあ、どんな、まあ、寝てるんですかね。はい。どんな写真をですね、まあ、撮られてんねんという、はい、感じなんですけども、なんか、ここの部分ですね、この、背中とこのタイルですかね、の部分が拡大した写真もですね、一緒に上がってまして、これですね、この部分がですね、僕よくわかんないんですけども、はい。ツイッター、フォローしてね。心霊写真だと。なんですかね。これが目とか口、お化けっぽくな、これとこれが目ですかね。目と目、口みたいな感じなんですかね。ちょっとわかんないですけど、まあ昔から、僕がまあ小学生ぐらいの時からですね、まあ、ある話ですよね、こういうのって。皆さんもですね、まあ、あると思うんですけどね。はい、まあ、そうなんですよね。単なる、まあ、模様、その、そうですね、皆様の模様なんですけども、まあ、おっしゃる通りでですね、まあ、これをですね、まあ、パレードリア効果、パレードリア現象という、んですよね。はい。なんで、例えばですね、イタリアの地図ね、世界地図で見たらですね、イタリアが、長靴に見えたりとかですね、満月の時のですね、お月さんの柄がですね、うさぎが、餅をついてるように見えたりですね、まあそういうですね、本来、ただこういうふうに、壁の模様なんですけども、こういう、なんていうんですかね、自分のもうすでに知ってるものとかにね、見えてしまうっていうですね、現象を、はい、パレードリア効果、パレードリア現象と言います。はい、僕一回動画でもやったんですけどね、やっぱ、その動画をまあ見てない人とかがですね、まだ来るんですよね。で、まあ、一番有名なんです。その中でもですね、まあ、シュミラクラ現象と言いましてね、三つね、点が三つあったらですね、人の顔に見えてしまうというですね、現象なんですよね。で、ちょっと、まあ、せっかくに拾ってきたんで、例えばですね、こういうの、詐欺師の報告は気づこうかいまで。はい、これ目、これ確かによくできてますね。多分窓なんでしょうけども、窓、で、ここは、まあ、鼻と口かなみたいな感じで、これは確かにね、ちょっと可愛らしいですけど、可愛らしい。まあ、家の模様なんですけども、はい。これも、シミラクラ現象の一つですね。確かに見えますね。近くで言うと見えますね。あとですね、まあ、有名なところで言うと、これですね。これね、ちょっとわかりますかね。もっと小さくした方がいいかな。小さくしたらちょっとわかりやすい。これが目でですね、両目で、鼻で、鼻で、ここが口になってるんですかね。で、こうちゃんと、顎っぽい。これか顔ですよね。まあ、これエッフェル塔なんですかね。まあ、これはよく、たまたま人が、通ってた、ね、が鼻に見えてっていう感じですね。まあ、こういう現象ですね。あと他にはですね、こういうのですね。これはまあ、ちょっと可愛らしいですけどね。これが目。なんかスイッチですね。これが目で、これが鼻。なんか口みたいな感じですかね。まあ、食パンマンみたいな。はい。まあ、食パンマンみたいな顔ですね。はい。ねえ。あとはですね、まあ、こういうのですね。
悩み相談はマカロンまで。もうこことかもうこれはね、もう微妙だと思うんですけどね。これ、どこがそうなんですか。まあこれが目、あ、こことここは目なのかな。で、これが口っぽく見、まあもうここまで来たらですね、まあ無理やりな気、こじつけな気がしますけどね。これはちょっと、まあありえないというかね。でもまあ僕もですね、なんか実家の、トイレの、床、トイレのフロアがですね、なんか、ムキムキの人が、なんかマッスルポーズ撮ってるようなですね、なんていうんですかね、形に見えてですね、そう見えてたのが、このパレードリア現象だったんだなというのはですね、はい、大人になって思いましたね。まあ何かに、ちょっと見えるんですよね。まああとは、一応拾ってきたんで、まあこれですね、これ、これが、コードかな、コードと、まあネジと、これ開いてるところですね、がまあムンクの叫びに見えるっていう、はい、まあここまで来たらですね、まあ心霊というよりはですね、もう物が分かってるんでね、この顔の縁がですね、コードで、ここの部分がね、多分ネジですよね。ネジっていう風に見えとか分かってるんで、はい、心霊写真って言いませんけども、まあ、最初のですね、エンリケの旦那さんの写真はですね、まあ、後ろがよく分からない壁紙。だから、その、ものがね、ものが分かってたら、心霊とか言わないんですけども、はい、何か正体が分かってなかったですね。その物質が分かってなかったら、はい、霊とかいう風にですね、言うんでしょうね。あと、ちょうどですね、昨日かな。ちょっと待ってくださいね。これ一回消しますね。昨日、ツイッターでね、たまたま見た、画像がですね、上がってまして、はい、これですね、まあ、こっちの方がよくできてるなと思って、なんか、火山かな。はい、火山の噴火かなんかの画像でですね、ちょうど、ツイッターで上がってたんですけども、これね、鼻で、これ目で口で、あ、これよくできてるなと思って、これは結構僕、あ、面白いなと思いましたね。あ、そう、チェーンメールとかでね、神の手とか、はい、なんか竜が見えるとかですね、まあこういうのですね。僕、あと、今僕が見てるですね、ウエントワース女子刑務所の途中でもですね、雲が竜の落とし子2匹に見えるというですね、まあそういうシーンがありましたけども、まあこういうのはね、まあそういう本来知ってるもの、人間の脳がですね、本来知ってるものが見えるというだけでですね、最初の写真戻りましょうか。で、このですね、火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。この最初の写真ですね、ここの部分ですけども、まあとても何をもって霊というのか、何でもみんな霊好きですよね。今日、ちょうどですね、高須先生 のね、三木屋先生の動画も上げましたけども、あと三木屋先生からね、コメントもいただきましたけどね、みんな何でもかんでもすぐね、突き止めもせずにね、霊って言うんですよね。まあ、そこが好きだなーっていうのを思いますね。はい、霊はね、証明もされていませんし、まあいませんし、そして霊はね、人を殺しもしませんし、ポンジスキームもすることないんでね、はい、人間の方がはるかに怖いんだよっていうことをですね、よく覚えてほしいですね。で、まあこの写真に関してもね、何に関してもそうなんですけども、はい、何でもですね、突き止めもせず、正体を突き止めずにせね、霊だ霊だ、幽霊だっていうのはですね、はい、もうそういうのがあるから、霊感商法とかですね、詐欺がはびこるわけなので、はい、人間とかの方が、まあ、はるかに怖いですよっていう、はい、話ですね。まあ、何をもって、心霊写真って売ってるのかっていうことですね。はい、ということで、まあ、僕はね、生だらに出てたね、小田武道さんではないのでね、これは心霊写真ですっていう、僕が言うことはありませんから、はい、心霊写真というのはね、証明されてませんからね。はい、まあ、小田武道さん自身もですね、死ぬ前に嘘だったと、まあ、告白してましたから、はい、心霊写真というものはですね、はい、この、世の中にまだ一枚もありませんね。まあ、例がないのであるわけないかなと、はい、いうことですね。本日のテーマのような話から、悩み相談、疑問、質問、意見など、何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと、占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。
キズ公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。ツイッターはチャンネル最新情報、インスタグラムでは火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。